リチャード・バクストンリチャード・バクストンは、イギリスの靴職人、アマチュア植物学者である。独学の植物学者で、マンチェスター労働者植物協会の会長を務めた。ランカシャーのプレストウィッチ教区の農民の家に生まれた。2歳の時父親は農園を離れ、マンチェスターで労働者となった。バクストンは病弱で、父親は貧しかったので教育を受けることができず。 野原で野草を摘むなどして過ごす少年であった。12歳の時、マンチェスターで子供靴の職人の見習いとなった。16歳まで読み書きができなかったが、ザコモンスペーリングブックで読み書きを自習し、正しい発音を学ぶために、ジョーンズ・プリノンシング・リクショナリーを入手した。A History of England や、ゴールドスミス、S History of Greece and Roma を読むようになった。 仕事は繁盛し、朝の6時から夜の9時まで働いたがヨカは読書に費やした。18歳の時、最初の雇い主、ジェームズ・ヒープと働くようになり、ヒープはヨカにバクストンをハーブの採集に連れ出した。しばしば二人が知らない植物があったので、バクストンは何冊かのハーブの本を入手して読んだが、その内容に満足できなくなっていった。千八百八年に、 メリック、エスハーバルを購入し、リンネの分類法を学んだ。植物に関する本をできるだけ買ったり借りたりして読むようになった。植物を採集して乾燥標本を作ることはこのまず友人と植物の観察記録を作ることを楽しんだ。植物学の研究はお金にならないけれど自分の健康に有益で幸福な気持ちにしてくれると書いた。 1926年にプレストウィッチ植物協会の会長であり、植物鑑賞会を主催する織物業者のホースフィールドと知り合い、しばしば植物観察旅行に参加するようになった。当時、ランカシャーの労働者階級にもアマチュア博物学者が増え、多くの地方の同好会が作られていた。ホースフィールドは、バクストンを地方の植物学者たちに紹介し、 その年何度も観察旅行を行った。しばらく植物学から遠ざかった後、1833年に、また植物道好会に定期的に参加するようになり、同じ労働者階級の植物学者で、ヨークシャーで厚森ソを発見したクローサーと知り合い、親友となり、イギリス各地のフィールドワークを行った。クローサーらと八百四十年に、ウッドが編集して出版された。 マンチェスターの植物に協力し、コケ類の専門家として知られるようになった。キューガーデンの園長、ウィリアム・ジャクソン・フッカーにその能力を認められ、キューガーデンの標本館の助手として働くことを望まれたが実現しなかった。フッカーからは多くの植物賞を贈られた。マンチェスター労働者植物協会の会長に任じられた。62歳になった1849年に、 地方の植物学者の協力を得て、著書、A ボタニカルガイドツーザフラワーリングプランツ、ファーンズ、モスアンドアルジー、ファウンド、インディジェナスウィズインシクスティーンマイルズオブマンチェスター、を出版した。出版の資金は、地質学者のビニーが準備した。マンチェスター地方の植物が網羅されて記述された。1959年に、第二版が出版されるが、 同年に出版されたグリンドンのマンチェスター・フローラが出版されたこともあって経済的な成功は得られなかった。バクストンは植物の学名で命名者を示す場合にリチャード・バクストンを示すのに使われる。ありがとうございます。